町からのお知らせ。災害時避難行動要支援者名簿の整備に関わる調査について、令和4年度高森町一般会計決算報告、第2回追手風杯少年相撲大会、今年も追手風部屋主催の少年相撲が開催、熱戦をお届け。また大栄翔関が南阿蘇鉄道やサイン会で町民と交流。集いのお邪魔します。今回は村山公民館で行われている絵手紙クラブにお邪魔。週刊情報高森、まずは第18回阿蘇アート&クラフトフェア、続いて高森高校インターンシップ、最後は島田史郎身近な野鳥写真展の3つの話題。その他の番組はご覧の通りです。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？ TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。